はい、皆さんこんにちは、ワネルゲルビジです。今回はギレンの野望地の独立戦争期連邦軍編、エルラン中将接待プレイの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、とにかくエルラン中将の忠誠値を上げてですね、気持ちよくなってもらって、まだ見れていないムービーを2つ見ようと、まあ、そういう企画になっています。ここまでジオンの地球侵攻作戦によって奪われてきた領土、これの奪還を進めてきています。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を切り抜けました。また未確認ですが、この戦闘で地球攻撃軍司令官ガルマザビが戦死したという情報も入っています。ここまで史実通りガルマをホワイトベース隊が撃つという展開ですね。デビル将軍、これまでの戦いでジオン地上軍の拠点ニューヤーク基地の戦力が弱体化しております。ニューヤーク基地の攻略を、北米攻略作戦が打てますね。使っていきましょう。作戦本部より、で早速攻略作戦からニューヤーク攻略作戦です。進行ルートを表示します。ジャブローからと、あとベルファストからですね、部隊を発進させていきたいと思います。我が軍はこれより、ではレベル将軍自ら部隊を引いてニューヨークへ突入戦を仕掛けていきます。この地域の制圧は反攻作戦の大きな助けとなるはずだ。諸君らの健闘に期待する。将軍、我が軍の秘匿回線がジオンの乗っ取りを受けています。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。今始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて盾よ国民よ、我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。優良主たる我らこそが人類を救い得るのである。ジーク、ジオン、これが敵。何を言うか。ザビ家の独裁を目論む男が何を言うのか。独裁、弟の死さえも戦いの道具にするとは、辛い戦いだな。アナハイム社から通信です。回線を回します。我が社が開発に協力したモビルスーツジムを供与いたします。今後とも我が社をよろしくお願いします。レビル将軍、ホワイトベースが再び敵の攻撃を受けました。今度の敵はランバラル。さあ、ホワイトベース隊がランバラル隊の攻撃を受けたという報告ですね。でここでホワイトベース隊は解散をさせておきたいと思います。この理由はですね、ムービーを見る条件にホワイトベース隊が解散しているというものがあるので、ここはですねホワイトベース隊を、まあ、解散というか、まあ、全滅ですね、
させるためにランバラル隊の攻撃を受けたホワイトベース隊への補給を無視させたいと思います。将軍、彼らが本当にニュータイプだとしたらこんなところで死なせるわけにはいきません。ホワイトベース隊全滅といってもですね、キャラクターとかが死ぬわけではないので、まあ、アムロとかね、ブライトとか優秀なキャラクターたちは転用をしていきたいと思います。なのでここはノー。確かに彼らならこの程度のリスクは乗り切ることができるかもしれません。彼らの幸運を信じることにします。ではレベル将軍自ら部隊を率いて、北米ニューヨーク攻略戦に入っていきたいと思います。ニューヨークに部隊が到着しました。まあ、数は少ないですが、モビルスーツ、さらに強力なガンタンク、ガンキャノンなんかも用意してますので、これらをうまく使ってですね、一気に敵を殲滅まで追い込んでいきたいと思います。攻略戦を開始します。まずは、単純な部隊数、ユニット数の比較でどうなってるかっていうところもね、見ながら敵のユニットを警戒して進んでいきましょう。パッとドップがちょっと数がいるのと、アッガイ、アッザム、このあたりもちょっと厄介そうですね。では出撃していきましょう。フライマンタを先に展開して、ミデアをちょっと守りながらっていう、まあそういう戦いになりそうですね。たどり着けるのかってね、ちょっと一番心配ですからね。確実に、ガンタンク、ガンキャノン、あとはまあ陸戦型のジムなんかも数は少ないですけども用意してあるので、まあそれらがですね、なんといっても、陸地に無事にたどり着くっていうのが一番大事ですからね。では、部隊展開しつつ進めていきましょう。注意点は今お話した。数は少ないですが、航空ユニットで、まあ、ミデアを守ってですね、上陸を最優先するというところでしょうか。では、敵モビルスーツ隊が、迎撃に出てきましたので、まあ、案外ですね、これを撃破して回りたいと思います。プロトタイプガンダムをね、すでに我々戦線に出してます。まあ、案外はできるだけ地上戦に引きずり込みたいですね。で、数の上では我々がまあ大体70ぐらい部隊数ですね。で、敵の方が50ぐらいということで、まあ有利には戦えるかなと思います。なので、この数の有利を生かして一気に敵の基地中心部とね、雪崩を打っていきたいという戦略ですね。まあ、フライマンタはもうこの際、なんて言うでしょう、ステージというか、まあ、消耗をしたらしょうがないという感じですね。ドンエスカルゴはこの後の耐水戦でまだまだ出番はもしかしたらあるかなと思うので、まあ、大事に使っていきたいと思います。では、レベルの本体ですが、レベル本体が、接岸できそうなので、このまま一気にね、進行しつつ、さらに上から迫ってる部隊を、このまま中心部へとにじり寄っていきましょう。では、モビルスーツ隊上陸させていきまーす。こっからは一気に行きたいですね。主力は陸戦ガンダム、陸戦ジムになります。まあ、このあたりがうまく機能してくれれば、まあ、なんて言うんでしょう。ザク相手であれば、決して見劣りはしないかな、というふうに思います。レベル将軍もですね、もう自らガンキャノンに乗ってます。で、今回キーになっているエルラン中将ですね。エルラン中将もガンキャノンに乗ってます。まあ、なんといっても今回はエルラン中将に気持ちよくなってもらってムービーを見るというプレイなので、まあ、エルラン中将が、
この戦場でね、撃破されないこと、撃破されてしまうと、忠誠値が下がってしまって、まあ、撃破されないようにっていうのをね、最優先に。それでいて、活躍をしてもらって、こんな感じでね、安全地帯から活躍してもらうと。まあ、そういうのをちょっとね、やっていきたいと思います。では、部隊が基地中心部に迫ってきましたね。このまま、一気に中心部の制圧をしていきたいと思います。で、部隊の数でも質でももうだいぶ連邦が有利な状況になってきました。レベル将軍も前線で活躍中です。では、戦況を確実なものにしておきたいと思います。ここにランザンもね、プロトタイプガンダムで打ち取りにかかりましょう。アンザムも撃破しました。これでもう基地中心部に一気に迫れますね。基地中心部も開きましたしね、今ね。まあ、多少の損害は出ましたが、それでも、主要なモビルスーツ、ガンキャノンや、プロトガンダム、この辺りには、被害は出ていないので、まあ、軽微な損害と言えると思います。はい。これで、ニューヨークの攻略完了になります。我が軍の勝利です。ホワイトベースがランバラル隊の攻撃を受け敗北を喫しました。乗組員の救助に成功したもの。これでホワイトベース隊が、まあ、存在しない、全滅ないし解散という、見れていないムービーを見るための条件の一つはクリアできましたね。偵察部隊より東南アジア方面で敵新型モビルアーマーらしき未確認飛行物体を発見したとの報告がありました。調査部隊を編成し調査すべきではないでしょうか。まあ、ここは調査させておきましょう。今回見たいムービーとはあまり関係ないイベントなので、そのまま進めば。MS 小隊のシロアマダおよびカレン、サンダース、エレドア、ミケルの5名に調査を命じます。まあ、彼らが任務中で部隊から離脱というのはちょっと痛いですけど、しょうがないですね。我が軍はこれまでの戦いで開戦当初の劣勢を覆しつつあります。ジオン地上軍の生命線。オデッサ作戦がいよいよ発動できる感じになってきましたね。オデッサ作戦試してみる価値はあるな。オデッサ作戦、この作戦は貴重な鉱物資源を産出する中央アジア、東ヨーロッパの鉱山をジオンから奪還するための作戦であると同時に、ヨーロッパ戦線のミリタリーバランスを一変させようという目論みもあった。予定通りの展開ですな。ジオン地上軍が戦力を失いつつあるようだ。さらにオデッサを取り戻すことができれば、ジオン地上軍の活動を大きく制限することができますな。しかし、ん？何が気に入らんのだね。はい、ジオンはオデッサに核を取得しているらしいのです。ジオンに潜り込ませた我々のスパイが手に入れた情報です。それは確かな情報かな。いえ、裏付けがまだです。将軍、核の有無がはっきりするまで作戦を延期しては。いや、オデッサの攻略を延期するわけにはいかん。これ以上ジオンに資源を与えるわけにはいかんのだよ。戦争の早期終結のため、今ここでやらなければこの作戦は
無意味となってしまう。たとえそこに核があろうとも、オデッサ作戦は予定通り実行する。というわけで、オデッサ作戦ですね、攻略できるようになりましたね。では今、ニューヨークを攻略するために、主力モビルスーツ隊を回していたのを、オデッサを攻略する部隊へとですね、ちょっと回して、転戦させていきたいと思います。あと肝心なのが、エルラン中将の、中性値がどれくらいになってるかですね。78、80まで、もう一息ですね。では、今回はここまでにさせていただいて、引き続きですね、エルラン中将の中性値を上げつつ、オデッサ作戦へと向かっていきたいと思います。